あと1回ぐらいでいけるんじゃない？ほろーいっす。自分で何が言いたいかよくわからんかったけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあちょっと今回は、人影を連れて歩いてたので、進化するかなと、ということで見ていきたいと思います。そろそろ進化するんじゃないかなと思うんやけどな。はい。どうやろう。お出かけ中のポケモン戻します。はい、ここでね、私の手元に、トカゲが戻ってきます。さあ、どうだ ?7048。トカゲ、何レベル進化するんや。大体多分不思議なのと同じやと思うんやけど、レベル22まで。微妙じゃない？微妙じゃない？あ、乱れ引っかき。はい、忘れさせます。はい、じゃあとりあえず鳴き声がいらない。この次は煙幕がいらんかな。煙幕はあれかな？砂かけとかと同じ感じ。相手の命中率が下がるかな。はい。20。21。もうちょっと上なんじゃないかなと思うけどな、進化するの。おー、竜の怒りめっちゃいい。はい、忘れさせます。竜の怒りはなんか勝手に私、ギャラドスのイメージがあるんやけど。はい。煙幕を忘れさせます。炎タイプの技よりも、ドラゴンタイプの技を覚えたよ。竜の怒りやった。なんか急激に強くなったね。来たよ。人影が進化するよ。とりあえず人影進化してリザードになったら、キューポンの代わりに人影を、違う、リザードを連れていこうかなと。はい、来たー。おめでとう、人影リザードに進化したー。イエーイ。いいね、かっこいいね。リザードのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。リザード火炎ポケモン、強敵と戦い続け、エキサイトすると青白い炎を吐き出すことがある。マジで。マジで。でも青白い炎ってめっちゃかっこよくない？イエーイ、いいね。呼びかけに答えた1回って何？私何も答えたつもりないんやけど。何かしら答えたことになっているらしい。はい。このモンスターボールを使っていきます。オッケー。はい、それじゃあ、ちょ、手持ちポケモンに入れていきましょう。ちょ、今ね、キューコンがね、瀕死状態なんやけど。瀕死状態なんやけど。待って、あ、いたいたいた。はい、リザードを手持ちに、キューコンと入れ替えます。オッケー。こんな感じで、これ一回さ、ボックスというか、ま、バッグの中に入れたポケモンは回復するの？ちょっとよくわからないよね。ここから地下通路、タマムシシティ、シオンタウン。さ、この先、もうちょっと進んだら、タマムシシティなんじゃなかろうか。あなた、ジムバッジどれくらい持ってるの？そういうあなたはどれくらい持ってるんだ。行くんならね、自分から言わないと。エリートトレーナーのユカが勝負を仕掛けてきた。よし、来い。ライチューということは、つまってリザード使いたい。え、レベルは28か。なんかちょっと危ういような気がするけど。ゴロンで行こうかな。ここはちょっといつも通りゴロンで行こうかな。いや、リザードかっこいいわ。次はリザードンに進化させたいね。いけ、ゴロン。なんか最近さ、ライチュー見る率がすごい高いような気がするんやけど。かわいいよね。かわいいっすよね。おし、え、10万ボルトなんか効かないよ。思ったより効いたけど。岩の誰、いいぞいいぞ。イエーイ。進化しても可愛いポケモンっていうのは貴重。お、リザードレベル23。リザードンはレベル何歩かな。お、ダグトリオ入れ替えます。ダグトリオってことは、不思議花でいきますかね。
よし、出ておいで不思議バラ。あと、あのあれなんよね、私ゼニガメもらってないやって言ったけど、あの図鑑の数全然、あ、そっか、あれ図鑑じゃないんか、図鑑じゃなくってあれや、捕まえた引数か、単純に。それならどうなんやろ、まだ行ってないんかな。花びらの舞、ラグトリオ結構でかいな。これは何、一匹一匹はあの一匹分リグだと同じ大きさなんかな、違うんかな。あ、違う気がする。お、パウワウ、パウワウそのまんまで行こう。はい、そのまま行きます。水タイプやろパウワウ。よっしゃ、こーい。なんか可愛いポケモンばっかり使うな。あのダグトリオ可愛いというかどうかは人それぞれかもしれんけど、私的には可愛いよね。あ、何、草タイプには氷タイプが効くの、初めて知った。しかしこっちも効果抜群だから。そしてこっちの方がレベル高いから。オッケー。あら、思ったより強かったわ。そりゃあね、ここまで来たんだから。まあ、この人もここまで来とんやけどね。それを言ってしまったらね、同レベルぐらいってことになるけど。玉虫シティにもポケモンジムがあるわ。行ってみた？まだ行ってないんすよ、それが。まだね、玉虫シティについてないからね。 APA だ。あ、でもタマムシシティに行くんやったらさ、この今のリザードを連れとるっていうのは結構強くない？ここ何？どうもおばさん、警備員さんにニビアラレを差し入れすぎちゃったわ。やっぱりお茶がないと食べにくかったかしらね。あー、ジュースが欲しいってやつ。私真面目な警備員。はぁ、喉が渇いた、お茶が飲みたいな。これあれやんね、右側から前に来たよね私。なるほど、左側にはこんなおばちゃんがいたのか。このおばちゃんが原因だったのか、初めて知る事実。うわ、なんか一気にラッタ、あら、ちょっと待って、間違えた。ラッタに集中しすぎた。はい、それじゃあタマムシシティ方面へ向かいますかね。ドコン、ラッタ、コラッタ、あっち行ったら多分もうタマムシシティに着くね。町と町の間にある小さな道。7番道路ってなんかいいよね。いや、どうも、準備はできてるかな。勝負します。さあ、奏でようか、勝負というアンサンブルを。めっちゃなんかね、ナルシっぽい感じやね。さあ来い。コーチトレーナーのトガノが勝負を仕掛けてきた。もうなんか分かってるだろうみたいな。カモネギかわいい。カモネギかわいい。高タイプに炎タイプってどうやったんかな、いまいちわからない。電気タイプのイメージしか。キノコ、レベルの差はあるけれど。あ、やっぱダメなんか。あ、やめて。やめて。ちょっと待って、ピカチュウ出すから。ピカチュウ死んでた。ピカチュウ死んでたんですけど。ちょ、ミュウと、あ、でもミュウ弱いな。あ、ミュウ弱くなかった。ミュウにする。全然弱くなかったわ。まあ、なんかさ、ポケモンボールの中に入れてそれやるよったらさ、勝手にレベルが上がるけんさ、なんかどこまで育てたんかよくわからんくなってくるね。だってこう戦闘に全然参加してなかった人影がリザードになってけんね。いやー、びっくり。いけー、最高エール。高タイプに効くのは電気と、電気だっけ、他にもなんかあるんかな、わからねえ。から元気とか出さなくっていいのよ。リードスター、リードスター可愛くんです。いいね。はい、もう一匹は、次はプクリン。プクリンか、そのまま行こうかな。プクリン多分有効なの格闘とかやろう。でかい。でかい。でかいよ。プリンそんなでかくあってほしくないな。プリンはちっちゃいんよね、多分。へっ。効かねえよ。リードさ、最高ウェーブがあんまり効かない。あんまり効かない。ノーマルはね、何にでもなんか、まんべんなく効くよね。
なんかレベルに応じてって感じの気がする。お、あと1回ぐらいでいけるんじゃない？おーいっす自分で何が言いたいかよくわからんかったけど、いい感じ。いっけーい。オッケー。あ、レベル上がるかと思ったのに上がらなかった。素晴らしきセッションだった。いや、もうちょっとそれならキラキラした目をしていただきたいんだけど。最高の勝負ありがとう。僕の気持ち受け取っておくれ。お、技マシン12、空元気を手に入れた。ありがとう。技マシン12は空元気を覚えるのさ。胴体以上の時、出すとだけ威力が2倍になる。とてもけなげな技さ。けなげ。そんなことまでしてコキ使わないであげてよ、ポケモンを。はい、玉虫シティに到着。ここは玉虫シティ。玉虫虹色、夢の色。あ、ロケット団が普通にいる。目の前はちょろちょろうるせえ。ロケット団を舐めるなよ。もういかにも下っ端って感じのセリフだね。そんなこと言ってるから下っ端なんだよ。ポケモンの笛で寝てるポケモンが飛び起きるのは人には聞こえない特別な音も出てるからだよ。あ、ポケモンの笛がそろそろもらえる。僕もポケモン持ってたらポケモンロード行きたい。なんかあれじゃない、妖怪ウォッチのケイタ君みたいじゃない。どうも、顔が怖いよ。私は玉虫の母。玉虫の母。あなた様に訪れる出会い、その未来を覗くもの。これからあなた様が出会う運命の相手の性格。1万円ポッキリでおらんたりましょうか。お願いします、じゃあ。それでは少し質問をさせてもらいます。目の前に5つの色の花、どの花に水をあげますか？桃色にする、私、可愛いから。なるほど。うふふって顔じゃないよ。先ほどの5つの花のうち、間引くとしたらどの色？間引くとしたら、緑かな？花っぽくないし、草じゃね。かしこまりました。それでは占いに入ります。あなたと私がミーツして、私とあの子がセイグバイ。性格カクカクシカジカの、ポペピプパパパパパソナリティ。なんか、英語を片言で言ったみたいな。シンケロ。本日あなた様が出会いやすい運命の相手はズバリ無邪気な性格。なるほど。それではお題をいただきますね。良き運命があらんこと。無邪気なポケモンに今日は出会いやすいっていうことかな。なるほど。人かと思った。ケイシー連れてる隅っこの人。都合での占い師ってもっぱらの噂よ。あ、じゃあよく当たるんやね。え？何この人は。なんか肩、あ、アメとムチや。もうパッと見ては、パッと見でわかるアメとムチ。どうした？ガチは今にも倒れそう。ごめんね、待ってて。ほう、君のイーブイ、とてもいい目をしているね。この子なら私が編み出したマーベラスの技を覚えられるよ。どうだい？そのイーブイにマーベラスの技を教えてみる？何何何？秘術？何これ？ピーキパブル、ビリビリエレキ、メラメラバーン、ドバドバオーラ、ワルワルゾーン。全く意味がわからないんだけど。とりあえず、これが水、雷、炎っていうのはわかるんやけど、これとこれ何？これは、毒？ドバドバオーラは何？全くわからない。今とりあえず、イーブイは何を覚えてるんだ？イキイキバブル。水タイプのポケモンが今おらんけん。で、イーブイにこれ覚えさせよっか。はい。エボ？じゃあどうしよっかな。噛みつくを忘れさせようかな。はい。1、2、3。イーブイは噛みつくの使い方をきれいに忘れた。そしてイーブイは新しくイキイキバブルを覚えた。なんかどれもアホっぽい名前やし、初めて聞く名前ばっかりなんやけど。マーベラスな関係、ポケモンと築いていくのだよ。マーベラス。関東のロコンいっぱい集めたくてアローラから来たんだ。ロコン持ってたら、お、これは来たんじゃないか。ちょっと待って、私ロコンもう一匹持っとったよね。これ交換すべきやろ。え、アローラのロコンにしてくれるってことやろ。待って、ポケモンボックス。え、ロコンどこ？ロッコン連れて、ない！ロコンおらんかった。一匹しかおらんかった。くっそ。じゃ、また捕まえたら来ます。アローラロコンずっと欲しいって私言ったもんね。ぜひぜひよ。え、あ、さっき話しましたね、君。さっき話しましたね。回復しておきましょう。ようこそ、ポケモンセンターです。あなたのポケモン休ませてあげますか？お願いします。ちょっとピカチュウが倒れそうなので。それではお預かりいたします。お願いします。そうだよね。今私水タイプをちょっと持ってなくって。
イーブイがいい技を覚えてくれた。良い技なんかどうかわからんけど、お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしてます。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ロコン多分まだこの辺で捕まえれると思うよね、多分。